一川三期二月十八日から1970年三月十七日は日本の英語学者追筆家。文学博士、東京大学名誉教授、日本学士院会員、語学教育研究所所長。郷和世安。日本人としては初となる東京帝国大学英文科の教授となり、日本の英語学の礎を築いた。英語学の新人賞として、 一川三喜賞が設けられていた。1886年、東京府下役、練兵町に初家である、一川三県の次男として生まれる。5、6歳の頃より、家業の書道を学び、また同じく幼年の頃より、兄の三葉から、漢文の素読を学ぶ。高等小学校一年時からは三葉により、英語も学び始める。1897年1月には、 英語塾の演奏院学館に入り熱心に通ったという。1898年4月に東京府立尋常中学校へ入学、在学中の14歳の時、同志の東条美オラと図って日本博物学会を組織し、昆虫と植物の採集に明け暮れ、機関雑誌、博物の友を観光した。動物学を原著で読もうと思い立って、英語もさらに学ぶようになったという。 1903年に東京府立第一中学校を卒業した。第一高等学校第一部に入学するまでは、昆虫学を専攻しようとしていたが、禁止のため顕微鏡を使うに絶えまいと思って門下に転校せざるを得なかった。また、この頃は生息英語学校にも通い、斉藤秀三郎から英語を学んだ。市川は、自分は学生時代に、 斎藤氏の著述はほとんど全部読んだつもりである。と回想しており、斎藤からは多大な影響を受けたものと思われる。1905年、一高在学中の19歳の時、アメリカ人標本最終科のマルコム・プレイフェア・アンダーソンらとともに、チェジュ島での最終旅行に参加した。7月19日、市川はアンダーソンに、電報で、長崎県大村湾に呼び出され、 アンダーソンやその弟と握手を交わした。チェジュ島での最終以前の1年間にアンダーソンは日本国内の最終旅行を実施しており、この時も市川は最初に誘われていたが都合が悪く、代わりに同窓のカ内清と漁師の石黒平次郎が和紙屋口などでの最終に同行していた。1906年に東京帝国大学文科大学言語学科に入学。 英語学を専攻する。在学中は外国人教師であるジョン・ローレンスやケーベルから指導を受けた。1909年に表した卒業論文 A モノグラフ・オン・ザ・ヒストリカル・デベロップメント・オブ・ザ・ファンクション・ソブ・フォは学会からも関心が寄せられた。同年に東京帝国大学文科大学を卒業する。卒業に際してローレンスからは優等成績者として 一川に対して時計が授与されている。卒業後は大学院へと進んで、さらなる研究を続けた。大学院在学3年目となる1912年9月、英文法研究を研究者から発刊する。これは、同年の7月まで英語青年史上に連載されていた英文、天差段及び、リケンズと俗語の研究に、一川が、 過筆修正を加えて一書としてまとめたもので、従来の規範文法からそれた実際の言語仕様における伝統文法への科学的な研究を起としていた。市川は、デンマークのイエス・ペルセン、ノルウェーのシュトルム、オランダのストフェルなどの言語学者による科学的な英語研究をもとにして本書を表したという。本書では、規範文法とは、反するサチアン・ワンやイッツミ 何の用法エブリー、イーチ等を複数に扱うことなどを多数の文学作品を中心とする要例から取り上げてその語法の起源を推測している。市川はこの研究により日本の英語学の基礎を築いたと称されるようになり、また本書は彼の出世作ともなった。英文学者の斉藤調氏は良くも悪くも対象以降の日本の英語、英文学研究、 英語研究に影響を及ぼしたと評している。翌10月、成績優秀者として、文部省よりイギリスへの2年間の留学を命ぜられる。イギリスでは、音声学者のダニエル・ジョーンズからも音声学を学んだ。ついで、ドイツなどのヨーロッパ各地を訪れた後に記帳する。記帳後の1916年2月、母校の東京帝国大学文科大学英文化において、 女教授に就任、英語英文学の講座を受け持った。1918年からは教育検定試験委員も兼ねている。1920年には、On the Language of the Poetry of ロバート・ブローニングと題する論文により、文学博士の学位が授与された。同年8月には、東京帝国大学英文科で、日本人初となる教授となって、後進の育成に励んだ。教材としては、 イエス・ペルセンの著作も用いている。1921年から1932年にかけて研究者から刊行された英文学総書では、岡倉義三郎と共に編集士官を務めている。市川は主にシェイクスピアの注釈を受け持った。英文学総書は、細文化の進む英語学習と英文学研究をつなぎ止める特徴的な書物となった。 1922年3月にハロルド・イー・パーマーが来日してからは彼とも深く関わった。市川はジョーンズによる発音辞典をこの種の辞典では今まで出たものの中の白尾であると言ってよろしかろう。と述べて賛辞を停止これを元として1923年に英語発音辞典を編纂した。これは前年に神田内部と 金沢久氏によって編纂された、集陳根菜末和辞典とともに、国際音声事母による表記を広く認知させた。日本国内では、後年においても、このジョーンズ式の表記は使用され、戦後になって、アメリカ英語が入ってからも使われ続けた。また、英米では、このジョーンズ式の表記とは異なる表記が用いられて、いたが、20世紀の末には、 ジョーンズ式の表記がイギリスにおいても利用されるようになっている。1924年にアメリカで廃日移民法が施行されると、藤村作、大岡育造、福永京介、杉村祖人官渋川源氏といった人々から英語廃止論が展開された。市川は、ホ足シリ一郎、岡倉義三郎、斉藤伊佐村と共に英文学の需要を理由として、 英語学習用語論を展開した。1928年、イギリス王立文芸協会名誉会員となった。1929年には、東京帝国大学英文学会の後を受けて、日本英文学会を創設。翌年には、日本シェイクスピア協会を創設し、いずれも、初代会長を務めた。その後も、英文教科書や辞書などの著作の執筆を続け、 1939年には帝国学士委会員に最年少者として選出された。合わせて同年には顧問を務めていた英語教育研究所の所長に就任した。以降も理事長を没島で務め30年余りにわたって同研究所に関与した。また、1942年に設立された 慶応義塾大学語学研究所へも西脇純三郎の推薦により早々期から書院として参加した。戦時した市川は自身の収集物である欧米学者の研究書籍を同研究所へ寄贈した。これらの書籍は市川文庫として保存されている。1946年10月東京帝国大学を定年退職した。退職後は いずれの学校へも出向することはなく、牛込区北山伏町から、世田谷区成城へと居所を移して、英学書の執筆を続けた。合わせて、日本学術振興会の所管する日本古典を英訳する委員会に参加し、海外に向けて、万葉集、の俳句を翻訳して紹介した。市川は、教授時代から随筆も多く表し、代表的なものとしては、 昆虫、言葉、国民性、旅、人、言葉、私の博物詩がある。これらにより1959年に文化功労者に選定され、1964年には、君に当局日、重光明が授与された。1966年、語学教育研究所により、市川の三次を記念して、市川からの寄付金を基金とした、市川三期賞が設けられた。 また同年には英文による著作がコレクテッドライティングスオブ3期市川としてまとめられた。市川は初夏の家系に生まれながらも後を継ぐことはなかったが市川自身もまた西安と合して小趣味とした。1970年3月17日東京都世田谷区で急性肺炎により死去した。84歳没。遺骨は多摩霊園に埋葬された。 家族は前妻と後妻並びに二人の息子にも相次いで早くに先立たれ娘の野上美恵子を残すのみとなっていた。晩年は孤独の中で暮らしたという。助教授の頃は厳格な先生として生徒たちに認識されていた。ある日のこと、英語学の講義を途中で打ち切った時があった。受講していた生徒たちから視線を注がれた市川は少し恥ずかしそうに、 前日の停電により講義の準備ができなかったことを打ち明けた。生徒たちは市川のような先生でも予習を怠ると講義できなくなることを知るとともに市川が講義のために毎回予習していたことが判明し驚きとともに親近感を持ったというパーマー博士が来日した際は神戸まで出迎えに行き以来パーマーの良き理解者となった市川とパーマーは両者とも ダニエル・ジョーンズから音声学を学んだ経験があった。関東大震災後の1924年に、パーマーの研究所が活動を再開した際には、市川はその顧問を務め、彼の講演旅行などにも帯同した。1935年のパーマーによる文学博士論文、A グラマー・オブ・スポーク・イングリッシュの主査を務めたのも、市川で、後には、パーマーの研究所の所長も務めている。 祖祖父は、江戸時代中期の儒学者、監視人である、市川関西、江戸時代後期の書家市川米安を祖父に持つ。父も、書家の市川万安である。前妻の春子は、穂積信重と歌子の三女で、東京女子高等師範学校を卒業した後、1916年10月29歳で、市川三期と結婚した。三期との間に二男一女を設けるものの、 1926年6月に、次男の三愛を、ジフテリアで失い、また、1943年10月には、長男の三栄をも失った。春子は悲しみに暮れ、病を発症して、同年12月に死去した。娘に、野上美恵子、その夫は、野上と一郎、野上や生子の三男、美恵子の娘に、長谷川美智子がいる。中央公論者版。 私の博物詩の表紙と裏表紙のカバー絵を描いているのは5歳の不二子である。ウィキメディアコモンズには市川三3期に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。